どうも、くまです。今回は、かくれんぼの新マップが実装された記念に、この新しいね、ボムがなんとユーロで当てられるということで、これを当たるまで、もしくはユーロが枯れるまで回していきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあまずは10個買いしちゃうか。これなるのかな？あ、なんか鶏当たったな。見てなかったわ。でもどうせ3日でしょ。じゃあもう10個買ってみよう。20個目だね、これで。まだ当たらないね。じゃあ30個目買ってみよう。当たんないね。なんか噂によると結構当たりやすいみたいな話を聞いたんだけど。じゃあ40個目行ってみよう。当たらないね。多分これ当たってないよね。当たった時ちゃんとドゥルルルンって音なんのかな。じゃあ50個目買ってみよう。いや、これも音鳴ってないね。サイレントだね。うわー、当たらねえな。ちょっと待ってよ。じゃあ60個目買ってみよう。あ、また鳴らないね、音が。ちょっと音鳴るのかわかんないから一気に買うのは怖いよな。じゃあ70個目買ってみよう。もういい。80個目。90個目。100個目。100個買って当たんねえのか、これもしかして。ちょっと開けてみますか、とりあえずは。あー、当たったね。あー、これ鳴らないんだ。あー、当アイテムは、うわ、しかもさ、M67、機関性を、あー、いいのか、これはいいのか。あー、なるほどな。マスタースキンだったのか。なんだ、これ、ただ本当の永久ボムかと思ったら、まあそんないい話はなくて、マスタースキンなんすね。じゃあ残りの、もうちょっと開けていこうか。OK! 開け終わりましたね。じゃあ早速、装備してみよう。機関性のマスタースキンということで、これか、これに当たるのか。なるほどなー。でもこれ、アイテム私今もないんで、まあ、今度ね、これを買った時に、じゃあこのマスタースキン、ぜひつけてみたいと思います。あとついでに、今、なんだっけ、このカプセル商品券が4つあるので、うわ、ちょっとうるせえな、音。ちょっと待って。よし。すいません。音がびっくりしたね。カプセル商品券4つあるので、これを使ってなんか回しちゃおうか。で、欲しいのは、まあ、特にないな。うん。特にないんで、じゃあ M4A1 グラフィティ。いや、AKS 行こう。この AKS に全てを込める。1個目、2個目、3個目、4個目。うん。これも外してしまった。はい。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。